あの少女の報告をするたびに会長は微笑んでくださる。会長が楽しそうでいてくだされば、私はそれだけで嬉しい。次はもっと興奮させてくれよ。行き過ぎた欲望は自らの目を曇らせる。自分が地面を這いずっていることにも気づかずに。会長の仰せのままに、会長の命令は絶対だ。その意図を私が理解できなくとも、安心しろ、遠慮なんてしねえよ。安心しろ、遠慮なんてしねえよ。破滅した人間というのは実に哀れだ。普通の人間なら見向きもしないだろうに、会長だけは違う。会長はいつだって。最近の会長がいつにも増して楽しそうだった理由が分かった。あなたはどこまで上り詰めるのでしょうか。私なんかには到底追いつけない。圧殺する。次はもっと興奮させてくれよ。会長には力がある。世界さえも手にしてしまう力が。
大事な存在。会長にとってそれは誰なのだろう。私でありたい。今はそう思うだけで精一杯だ。次はもっと興奮させてくれよ。会長を見ていると時折背筋が凍りつく。その瞳で何を見据えているのか私には見当もつかない。会長が決めたことに間違いはない。いつだってそうだ。私は信じて待つのみだ。安心しろ、遠慮なんてしねえよ。次はもっと興奮させてくれよ。会長はいつでも私の想像を超える。その姿が私の心を震わせる。会長が作り上げたギャンブルだから、どんなギャンブルの常識も筋書きも当てはまらなくて当然だ。そんな不安定すら愛しているのだから。行きます。次はもっと興奮させてくれよ。ルールで縛ることはたやすい。項目を追加していけば良いだけだから。しかし会長はあえて穴を開ける。私はそんな会長をお慕いしている。
会長はどこまでも欲望に忠実だ。ギャンブルの全てを楽しんでしまう。たとえ炎に包まれた塔に閉じ込められたとしても。安心しろ、遠慮なんてしねえよ。次はもっと興奮させてくれよ。その時、会長が何をお思いになったのかはわからないけど、いえ、それを知ろうとするのは僭越というものだろう。